どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、速報ということで、非常にね、びっくりなニュースが入ってきたわけなんですけども、ヒルトンホテル、ありますよね。ヒルトンホテルがですね、なんと、スモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうね、ホテルグループと戦略的パートナーシップをね、組んだっていうことを発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、非常にね、びっくりしたわけなんですけども、スモールラグジュアリーホテルオブザワールドってね、知ってる方いらっしゃると思うんですよね。日本で言うと、東京ステーションホテルとかね、こちらに加盟しているホテルになりまして、もともとね、このスモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうのは、まあ、SLH なんていうふうにね、略されて、言われたりするんですけども、ハイアットグループとね、提携を、まあ、組んでいるっていうふうになってるんですよね。で、今回ですね、このヒルトンホテルが、この SLH とね、戦略的パートナーシップを組むということで、こちらね、ハイアットから、まあ、ヒルトンにね、このスモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうのは、切り替わるっていう風になるみたいなんですよね。で、こちらがですね、本日ね、ヒルトンのホームページでですね、発表はされましたので、まあ、こちらね、一緒に見ていきたいななんていうふうに思うわけなんですけども、どうやらね、全部が全部のこの SLH のね、ホテルが、このヒルトンホテルのね、加盟するわけではなさそうなんですけども、約ね、この560ぐらいね、この SLH のホテルね、あるみたいなんですけども、まあ、こちらがですね、まあ、ヒルトンの方にですね、利用することができる、またね、ヒルトンホテルの、まあ、このサイトからね、通して予約することができて、またね、ヒルトンのポイントの獲得であったり、交換とかね、まあ、そういったこともね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、簡単に言うとね、ヒルトンホテルの予約サイトで、この SLH のね、ホテルが利用することができるっていう風になりますんで、非常に朗報ですよね。めちゃくちゃびっくりしたわけなんですけども、まあ、こういった感じでね、発表がございましたので、ちょっとね、簡単な動画にはなると思うんですけども、一緒にね、公式サイト見ていきたいな、なんていう風に思います。はい、ということで、こちらはね、公式サイトになりまして、ちょっとね、Google 翻訳で訳しておりますので、わかりづらい部分等々ね、あるかと思うんですけども、その点はね、ご了承ください。2024年2月の7日に、ニュースリリースということで、ヒルトンのね、プレスリリースで発表されております。ヒルトンは、スモールラグジュアリーホテルオブザワールドと、提携し、グローバルラグジュアリーポートフォリオを劇的に拡大ということで、このスモールラグジュアリーホテルオブザワールドっていうのはですね、まあ、ブティックホテルっていう風に言われておりまして、結構ね、高級系の、まあ、ホテルがね、メインになっているみたいなんですけども、それがね、ヒルトンホテルを通して、利用することができるっていう風になるんですよね。で、公式サイトの方ね、読み上げていくと、バージニア州マクリーンロンドンヒルトンとスモールラグジュアリーホテルズ・オブ・ザ・ワールドは SLH ですね。本日、世界中で最も人気のある目的地で何百万もの独立した志向の高級ホテルにヒルトンのゲストを歓迎する独占的な戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、ユニークな SLH プロパティが成長するウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツ、コンラッド・ホテルズ&リゾーツ、LX ホテルズ&リゾーツブランドの比類のないホテルに加わるにつれて、ヒルトンが提供する贅沢な体験を劇的に拡大しますということで、SLH でね、加盟しているホテルは、まあ、このね、ウォルドーフ・アストリアだったり、コンラッドだったりね、LXR に、まあ、加盟するみたいですね。すごいですよね。だから東京ステーションホテルとかはですね、こちらね、もし利用することができるようになったら、まあこのどれかになるっていう風になりますんで、これもね、非常に楽しみになりますよね。どんな感じで分類されるのかね、ちょっとわかんないですけども、まあ私もね、ハフでね、この東京ステーションホテルね、一応利用したことあるんですけども、非常に素敵なね、ホテルでしたので、またね、このヒルトン系になってですね、利用することができるのであればですね、またね、利用したいな、なんていうふうに思うんですよね。で、続きをね、読んでいきますけども、今後、数ヶ月で強化するこの独占、パートナーシップを通じてヒルトンオーナーズの1億8000万人以上のメンバーを含むヒルトンの全ての顧客はすぐに90カ国にまたわる560の高級ブティックホテルの SLH コミュニティの参加施設への滞在のためにポイントを夢見、これはちょっと意味がね、よくわかんないんですけども、予約し、獲得し、交換することができるということで、まあ、今後ね、
この SLH のホテルでですね、ポイントを、まあ、獲得するとかね、交換することもできるっていう風になりますんで、まあ、ヒルトンのね、ポイントで、このね、SLH のホテルも利用することができるっていう風にね、読み取れるっていう風になりますよね。まあ、これらの場所はヒルトンの広大なホテルネットワークを非常に補完し、ゲストに何百万もの新しい目的地で追加の豪華な宿泊施設へアクセス提供いたしますということで、まあ、こういった感じでね、発表されたんですよね。非常にびっくりしたわけなんですけども、こちらね、2024年のね、2月の7日に発表されたっていうふうになります。で、こちらを受けてですね、海外のサイトはね、どんな感じで発表してるかっていう話なんですけども、これによってですね、ハイアットはね、SLH のパートナーシップを、まあ、今後数ヶ月で終了することがほぼ確実に意味しますということで、まあ、今回ね、このヒルトンが SLH とですね、業務提携することによって、今現在はですね、このハイアットで、運営されているね、部分がございますけども、これがね、なくなってヒルトンの方に、まあ、移行するっていう感じに書かれているんですよね。まあ一応ね、この詳細自体はですね、このヒルトンの方もね、まだ詳細をね、発表しておりませんので、今後ね、発表されるっていう風になるわけなんですけども、ハイアットとね、SLH のパートナーシップは終わって、このね、ハイアット自体もですね、最近ね、他のね、ホテルグループをね、買収したみたいなんですよね。どっかにね、書かれてると思うんですけども、こちらですね。ハイアットは最近厳選されたホテルを販売する高級旅行代理店であるミスター&ミセス&スミスを買収しましたということで、まあこれでね、このハイアットはこっち側にね、移行するみたいなね、まあそんな感じで、海外のブログでね、話はされてたわけなんですけども、ハイアットはね、こっちの方向に進んで、この SLH のね、提携はもう今後はね、捨てて、まあこっちに移行するみたいな、そんな感じでね、話はされてたみたいなんですよね。ですので、まあ今後ね、ヒルトンは SLH と、ハイアットはこのミスター&ミセス&スミスっていうので、まあ利用されていくっていう感じなんですよね。それ以外のブログでもですね、やはり同じようなことがね、記載されておりまして、今回のね、スモールラグジュアリーホテル&オブザワールドの提携は、まあヒルトンとね、今回組んで、まあハイアットとはね、今後提携終了していくみたいな、まあそういった感じでね、書かれているっていうふうになるんですよね。それではですね、次にね、SLH のね、ホテル、見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、世界、全世界で見るとね、めちゃめちゃ、数がございますので、一応ね、国内で見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、もしかしたらですね、ここら辺がね、利用することができるかもしれないということで、非常にワクワクしますよね。やはりね、有名なホテルとかですね、高級系なホテルが多いですので、この東京ステーションのホテルとかね、利用することができるようになったらね、非常にいいですよね。またね、ヒルトンのステータスがね、どういった感じで利用できるのかっていうのはですね、まだね、現時点では発表されておりませんので、まあ、もしね、同じように利用することができれば、まあ、朝食等々もね、利用することできるかもしれないですので、まあ、これはね、今後、楽しみにしておきたいなっていうところですよね。まあ、こういった感じでですね、今回ね、ヒルトンホテルと、スモールラグジュアリーホテルオブザワールドですね、提携がね発表されましたということで、いやー本当にねめちゃくちゃびっくりしましたね。今後ね、また具体的なね内容、まあヒルトンのステータスであったりポイント数とかね、まあそういったものが分かったらですね、またね動画解説出したいななんていうふうに思いますので、まあ今回ですね発表自体はねされましたので、まあ今後ね SLH のホテルはですね、ヒルトンホテルの予約サイトで利用することができて、またねポイント獲得したりね、交換することもできるっていう風にね、なりますので、この点はぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。いやね、非常に最近ね、いいニュースがね、少なかったので、朗報ですよね。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、おすすめのプライオリティパスの付帯クレジットカードがわかる、PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断。で、時間をかけてね、作らせていただいた、マイルクレカ診断もね、こちらから利用することができるっていう風になりますんで、こちら無料で利用できますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。